さん、はい、吉山商店からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは株式会社吉山商店代表取締役の関山佳美さんです。はい、関山佳美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は吉山商店さんの創生橋店、はい、創生橋店、はいはい、にお邪魔をいたしました。吉山商店っていうラーメン屋さんの名前だけど、あのオーナーは関山佳美さんじゃないですか。はい、全然違うんですけど、これなんで吉山商店なんですか。ですね、私の幼なじみに、有名スープカレー店の雅楽の店主の福を、福ちゃんと呼んでるんですけど、福ちゃんつながり福ちゃんと幼なじみで、本当に2歳ぐらいから、もう物心ついた頃からの幼馴染みなんですけど、小学校の頃に私関山佳美なんですけど、よしと関を入れ替えて、吉山関美っていうようなあだ名で、はい、ずっと小学校時代呼ばれてて、だからちっちゃい頃から私がなんか関山なのか吉山なの か自分でもよくわかんないみたいな、そんな状態で、地元が東内房なんですけども、地元でお店を開業するにあたりまして、その吉山がやる、商店といったら老若男女集える場所、吉山がやる商店で吉山商店という、お店3店舗あるそうで、はい、どこどこあるんでしたっけ。本店が、東内房本店と創生橋店と、ここが2店舗目で、はい、ラーメン共和国店ですね、ラーメン共和国評判ですね。昨年何月でしたっけ。10月の11日にオープンですね。年末年始過ぎましたけどどうですか。はい、大好評 で、営業させていただいております。駅前でなんちも便利ですよね。はい、はい、皆さんぜひお運びください。今日はラーメン屋さんに来ましたよ。早速ですね、3つのキーワードで伺っていきたいと思います。キーワードこちらになります。じゃん。厳しい修行にあえて飛び込む。札幌ラーメンで勝負したい。店舗展開というよりも、はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに、厳しい修行にあえて飛び込むというキーワードにさせていただきました。学校を出てですね、しばらくこうちょっとなんかフリーターというかプラプラしてた時期があってで、かなりですね、おいら何をしようって迷ってたんですね。はい、そんな時にですね、たまたまテレビですごいラーメン屋さんの厳しい修行の様子が放映されてまして、これ北海道で大変人気店が、その当時全国某ラーメン屋さんが1位になって、はい、その全国1位のラーメン屋さんの舞台裏みたいなドキュメンタリーだったらしいんです、はい、でその時はもう絶対そんな厳しいおっかないところをやりたくないなっていう風に、そんなすごかったですか。すごかったですね。なんかもう鍋が飛んでくるような感じのが放送されてて、ものすごい厳しい舞台裏だったんですって。そうですね、うん、そんな中行きたくないなと思ってたんですが、ちょっといろいろ道に迷ってる自分、本人、おいらその時ちょっとこうどうしようと思ってた時だったから、そうですね、でやっぱり男はこの20代のうちにガツンと何かやらなきゃいけないなって思った時に、そのテレビ番組のことを思って、あ、これだと、あえて行ってみようとおいら行く道はこっちじゃないかみたいなね。でも考えてみたら子供の頃からものすごくこう負けん気の強いタイプだったそうでね。そうですね、なんかもう負けず嫌いというか、なんかもう負けてはいけないっていう何か使命に駆られるような感じだったんですよね負けず嫌いをちょっと超越した、そうですね、もっとなんかもう本当に誰にもプレッシャーかけられてない時でも、すごいこう使命感でいっぱいの、ちょっと面倒くさい子供ですねその当時の自分を振り返ると、ちょっと変わってたかもっていうぐらいなんですが、それでも本当にあえて飛び込んでみた。でまた実際その厳しい修行を頑張られたというか、何年ぐらいされたんですか。そうですね、その某有名店で約8年ですね。約8年、当時その東京とか全国で立ち上げばっかりだったんで、もう
毎日が行列、はい、まあ、それを指導しながらやっていくっていう忙しさだったんで、まあ、朝から晩まで休みなしですね。東京で行列のできる店って言ったらすごそう、なんか。そうですね、まあ、北海道のラーメンで東京で行列ができる店っていうのも限られてくるんですけども、はいはいはい、はい、うん、でも本当に朝から晩までずっとラーメンこう作ってるような感じ。そうですね、もう寝る時以外もラーメンでしたね、はい、全国にも50店舗計画というのがちょっとあってですね、まあ、そのほぼ私が携わって、はい、全国を立ち上げして、はい、各店の店長さんアルバイトスタッフさんだけで1ヶ月間で、うん、その方だけたちだけで店を回せるというような状態にしてこなきゃいけないんですよね、たった1ヶ月でそんな状態にできるもんなんですか。いや、もう朝から晩まで指導してですね、はい、でここオープンしたら次またこっちのお店 で、ね、でまたこっちのお店みたいな、はい、で日本全国50店舗本当にやったらしいんですよ、はい、すごいね。ありがとうございます。でその後海外も行かれてね。そうですね、うん、香港アメリカの立ち上げ業務もありまして、はい、まあ、その中で、まあ、そのまま行ったらもうずっともうアメリカ移住みたいな形になっちゃうところだったんですけども、一周社内的にはそんな空気だったらしいですよ。そうですね、まあ、そのタイミングでもともと自分でお店を持ちたいっていうのが目標でこの業界にラーメン業界に飛び込んだものですから、うん、このタイミングで、お店をやろうというような決心をしました、うん、はい、決心をしまして、ということで札幌ラーメンを作り始めるわけですよ。2つ目のキーワードでご紹介します。2つ目こちらです。じゃん、